まもなく試合再開となります。さあ、高槻コートラコラ後半2ターン、いたがは19番の大井翼選手、17番宇治田選手で、前にはキャプテン10番の高橋選手、高橋航選手も控える。これより後半戦開始です。高槻さんはね、もう春引退ですからね。後半戦は高槻高校のレシーブ。関西学院高等部のキックオフで後半戦開始となります。後半戦開始。これを高槻高校リターナー17番フリーター構成が約25ヤードリターン。なんかこういろいろなこと仕掛けていって、あの関西学院さんが対応高槻高校ボールをリターンした時点時点30ヤードから後半最初のファーストダウン10の攻撃です。最初の攻撃はランニングバック33番北村大河のランプレー。4ヤードから5ヤードほどゲインをしています。高槻高校2回目の攻撃、セカンドダウン。ロースパーゲーム狙いと。そうですね、問題はランなんですよね。勝負できればというところなんですが、次はここはランフェイク、安藤選手ロングパス相手、しかしここを狙っていたのは6番中雄大選手。パスインコンプリート、パスは不成功です。高槻高校セカンドダウンの攻撃で長いパスを投げましたが、このパスが関西学院高等部ディフェンスラインです。わずかにボールが届かなかったんですが、ディフェンスバック6番中雄大がパスパット。高槻高校パスが不成功でしたので、攻撃は3回目サードダウンの攻撃に変わります。高槻高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。高校の攻撃でしたが、関西学院高等部ディフェンスライン11番川口凛がクォーターバックサック5ヤードのロスを奪っています。高槻高校フォースダウン、ラストダウンです。先ほどちょっとね、パント取らなかったことが悪手になってしまったので、ここは取っていきたいところですよね。距離も十分あるので。ここで攻守交代です。高槻高校フォースダウンの攻撃はパントにより攻撃権を放棄。攻守交代があります。パンター17番藤田光成のパントにより陣地を挽回し、攻撃権を関西学院高等部に渡します。さあ、ボールは自陣の26ヤードより関西学院高等部、関西学院高等部リターナー17番鹿島善がボールをキャッチした地点で攻守交代です。攻撃権は関西学院高等部、自陣26ヤードから後半最初のファーストダウン10の攻撃。パスは成功している。6番中選手か、これは
男性学院高等部パス成功。男性学院高等部クォーターバック9番長澤孝雄からワイドレシーバー6番中雄大へのパスが成功。9ヤード前進しました。9ヤードのゲイン。関西学院さんはランに絶対出せるんじゃないかな、出せると考えているので、もしかしたら世界のランは前側にタイトバンチですね、ここでこのタイトバンチ側にランを寄せてくるんですね。やはり同じプレーでした。関西学院高等部ファーストラウンド獲得、ファーストラウンドを更新しております。関西学院高等部ボールをキャリーしましたが、関西学院高等部ランニングバック49番大西龍太のランプレー。もうマンチですね、右側、今手前側にこの3人の前に進出しファーストダウン獲得です。関西学院高等部自陣42ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10、自陣42ヤードよりファーストダウン10のショータ選手3点成功。男性学院高等部高校バック9番長澤孝雄からランワイドレシーバー29番竹本翔太へのパスが成功。竹本翔太そのままボールをエンドゾーンに持ち込みタッチダウンです。関西学院高等部第3クォーター6点追加、これよりトライフォーポイント。キック成功。関西学院高等部トライフォーポイントはキッカー6番中雄大のキックが成功。ポイントアフタータッチダウン、さらに1点のボーナス点を追加し、関西学院高等部第3クォーター合計7点追加、ここまでの得点24点です。さあ現在ご覧のとおり関西学院高等部24点、高槻高等学校0点で関西学院高等部24点リードしております。高槻高等学校リターナー変わらず18番、キッカー変わりましたね。98番が出てきました。98番、井上優吾選手、2年生の選手でしょうか。また選手から変わりました。反則の発生です。キックオフのボールが選手に触れることはキックオフのアウトボール、キッキングチーム、ボヤードバッターにしてもう一度キックオフになります。関西学院高等部のキックオフでしたが、このキックは直接サイドラインを割りました。キックオフのアウトオブバウンズの反則、リターンできないボールを蹴ったということです。バストドライブでタッチダウン取りに行こうというような高槻高校5ヤードを抜退し、キックオフのやり直しを選びましたので、関西学院高等部キックオフをやり直します。番井上優吾のキックオフで試合再開。これを高槻高校リターナー17番藤田恭生が約30ヤードリターン。高槻さんも先ほど一発狙えるチャンスはあったので、ボールをリターンした地点自陣40ヤードから高槻高校4回の攻撃開始です。ファーストダウン10。さあ3バイ1、そして手前の1枚に藤田選手、4番安藤選手が持つが、
高槻高校高校クォーターバック4番安藤健太がボールをキープしましたが、関西学院高等部ディフェンスライン21番前藤俊明のタックルが早く、ゲインはほとんどありませんでした。高槻高校セカンドダウン点、日本は返さなければならない。高槻高等はコスリバイワンの体型、さあ中央のラン、しかし高槻高等学校集まりが早い。失礼いたしました、関西学院高等部の集まりが。高槻高校ランニングバック10番高橋渡る中央へのランプレーでしたが、関西学院高等部ディフェンスの集まりが良く、ゲインは1ヤードほど。1ヤード前進しまして3ランナイン。高槻高校3回目の攻撃、サードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは残り9ヤードです。仕掛けてくるか高等学校、スリーバイワン、危ない、ただロングルしたか、高太郎選手2年生なんですね。すごい勢いで燃えてましたね。レフリータイムアウト。さあここで給水のために、ね、水分補給のためのタイムアウトを取ります。52番の林高太郎選手、ここでフィールド上は選手の健康管理のためレフリーによりましてウォータータイムアウトが取られます。さあ現在給水のためのレフリータイムアウトが取られております。17番藤田光成選手、非常にいいパントを蹴る選手でもあります。リターナー17番鹿島前選手、ちょっとね鹿島選手らしからぬリターンキャッチが続いておりますが、高槻高校フォースダウン。さあフォースダウン、少しスナップ乱れたがよく取りました西田選手、バントも乱れてしまったか、転がしていく。ここで攻守交代です。さあ攻守交代となります。高槻高校フォースダウンの攻撃はバントにより攻撃権を放棄、4回の攻撃でファーストが獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、バントによる陣地を挽回し、攻撃権相手チームに譲り渡します。高槻高校パンター17番藤田光成のパントは、関西学院高等部陣地16ヤードでボールデッド、この時点で攻守交代です。攻撃権は関西学院高等部、ファーストダウン権。関西学院高等部ランニングバック22番酒井場内のランプレー、3ヤード前進しましてセカンドダウン、ゲインは3ヤード。タックルしたのは高槻高校ディフェンスライン30番松川大志でした。関西学院高等部セカンドダウン7。関西学院高等部中央へのランプレー、前両和のランプレーでした。さあ関西学院高等部サードダウンラン、ショートヤーデージ、今日
していて、ファンブルありましたが、ボールがサイドは大成学院高等部ファースト関西学院高等部クォーターバック9番長澤孝夫がボールをキープ。左サイドを駆け上がりパーソナルを獲得です。関西学院高等部自陣34ヤードから新たに4回の攻撃を開始します。関西学院高等部ファーストダウン10、関西学院高等部クォーターバック9番長澤孝夫のランプレー、ゲインは7ヤード。セカンドダッシュ、関西学院高等部セカンドダウン3、関西学院高等部ファースト、関西学院高等部ランニングバック32番前両和の中央ランプレー、5ヤードゲインしファーストダウン獲得です。関西学院高等部自陣46ヤードから新たに4回の攻撃を開始します。関西学院高等部ファーストダウン10、関西学院高等部パス成功、ファースト、関西学院高等部クォーターバック9番長澤孝夫からタイトエンド11番川口凛也のパスが成功。11ヤード減しファーストダウン獲得です。関西学院高等部敵陣43ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10、関西学院高等部3×1の体験。さあここも中央をられて、しかし高橋高等部は2番遠藤選手でしょうか。関西学院高等部ランニングバック22番坂井上代のランプレー、ゲインは2ヤード。タックルしたのは高槻高校ラインバッター2番遠藤春人でした。関西学院高等部セカンドダウン8、関西学院高等部クォーターバック9番長澤孝夫のランプレー、6ヤードのゲイン、6ヤード前進しました。サーブダウン2、しかしここで第3クォーターが終了しております。第3クォーター終了いたしまして、ご覧関西学院高等部第3クォーターの終了です。ここで第3クォーターの終了です。